台北貧館は台湾台北市中西区外立ち、閣南大道1号に立つ中華民国の国家招待所で中華民国外交部が管理している。台北貧館は日本統治時代の明治32年4月に寄港し、明治34年9月26日に完成した。もともとは台湾総督の官邸として建てられた。設計は当初福田東吾と。 野村一郎が担当し、後に森山松之助も設計に携わった。しかし、最初に竣工した官邸は、資材の腐食などが問題となり、ろくに使用されず、さらに明治44年から改築工事を経て、大正2年3月に、現在の建物が、ついに完成している。建物はバロック風の2階建てで、庭園は日本風である。日本統治時代においては、 台湾総督の暮らす住居と執務の場である官邸であった。また、迎賓館としても使用していたため、内装は豪華絢爛で、皇太子時代の昭和天皇をはじめ、数々の要人が宿泊した。もっとも、住居としての使いがあっては、必ずしも良くなかったことから、この官邸を使用することは、次第になくなり、伝賢次郎の時に総督の日常生活を行う住居として、 すきやづくりの別館が新設され、総督の皇帝として使用された。一方、官邸の境内は、園遊会や騒会のための行事場所としてもたびたび活用され、このような機能は今日まで続いている。第二次世界大戦の終結後、建物は中華民国に引き渡され、しばらく台湾省主席の官邸が入居したが、1950年以降、 芸品館として使われるようになった。1977年から本館の老朽化に伴って断続的に内部を修理してきた。2001年に本館を閉鎖し全面補修工事を受け2006年6月に再開館。日華平和条約はこの台北品館で1952年4月28日に調印された。台北品館は戦後、 長い間非公開とされていたが、2006年6月4日より、年に数回の頻度で、一般公開が行われるようになった。2009年4月28日には、日華平和条約調印時の様子を再現した展示が、完成。調印当時の日本側、代表、河田列元大蔵大臣、台湾側、代表商工庁外交部長ら列席者5名の、 銅像や資料が陳列された。ありがとうございます。